皆さんこんにちは、あやんちゃんです。今日はですね、めちゃくちゃ嬉しいです。頑張ってます。まず自己紹介お願いします、はい、はい、皆さんこんにちは、アーサーです。6年前から英語教育系のチャンネルを作ってるんですけど、 youconnect.iu-connect英会話。もともとボストン出身で今28歳です。はい。アーサーはアメリカ人じゃないですか。で、はい、私は中国人で、同じ、まあ、10年ぐらい日本語を勉強してるから、じゃあアメリカ人と中国人から見た日本語どう違うかについて話していきたいと思います。 Let's do it. Okay, let's do it. そうですね、まあ、もともと13歳の時に漫画家になりたかったんですよ、本当は。漫画家、絵を描くのが好きで、まあ、たまたま漫画のスタイルにハマっていて、はい、やっぱりその日本で漫画の描き方を学びたかったんですね、うん、でそれがきっかけで日本語を勉強したんですけど、日本語を勉強してしばらくしたら漫画に興味がなくなって、日本語が面白いからっていう目的で勉強することになった。じゃあそのきっかけは漫画 で、うん、で結局日本語にハマって、その漫画を捨てて日本語の方に、はいはい、今漫画読んでないです。読んでないですか。はい、そうですね、私は日本語を勉強したきっかけは、うん、もうたまたま大学の専攻は日本語だったので、うん、それで日本語を勉強し始めました。 Cool, wonderful. Sorry. アメリカ人なんで、そういうアメリカ人っぽい反応します。全然大丈夫です。そっちの方がなんか面白いです。いつも見てるアーサーのそのままでいいです。はい、その理由で勉強し始めました、はい。それは難しいですよね、うん、やっぱりその僕が日本人と実際に話せるようになったのが、うん、勉強した期間とかじゃなくて、やっぱりその自分の行動次第だったんですね、うん。まあ、最初の4年間は本当に毎日2時間ずつ文法を学んだり、教科書で学んだり、うん、マンツーマンレッスンを受けたりして、ポッドキャストも聞いたりしたんだけど、実際に日本に行ったら全く喋れない自分に驚いてすごいがっかりしたんですね、うん。でもそこから日本語学習を一旦やめて、実際に日本人とコミュニケーション取ろうとすることを始めたら、うん、やってみたら、まあ、多分20日間で話せるようになったんですね。すごい。Yeah、 まあ本当にそのまあ、やっぱりその基礎的な知識の土台があったから、うん、実際に始めてみたら、まあ、なんとかなったんですね。あ、私はですね、大学で2年間日本語を勉強してたのに、yeah、 やっぱ最初日本に来た時にもう全然みんな何喋ってるか全然分からなかったり、大変ですね。しかも最初私北九州だったから、みんな方言もひどかったりする。ああ、北九州か。こう喋ってる内容もパチンコとか、yeah、 野球とかもう無理無理無理、共通点がなくて、共通点もなくて、もう本当につらかったです、yeah、 もう全然聞き取れなかった、うん。でも日本に来てから半年くらい経ったら、あれ、なんかいつの間にか、yeah、 こう会話できるようになったんです、yeah、 そう、やっぱ前にその環境にいると、うん、もうずっと聞いて、ひたすら聞いて、あとみんなとこう頑張ってコミュニケーションを取れば、 Yeah, that's the most important thing、yeah、 日常生活で実際に使うこと、ね、そうですね、それが大事です。いや、まあ、人間ってそういうコミュニケーション力があるから、そうです、ね、まあ、コミュニケーション取ろうとすればすぐにできるようになるとは思うんですね、うん、コンプレックスがなければですね。そうです。特に背景が全くない、中国語みたいな背景が全くない場合は、学校で学んだことがなければ、その基礎をしっかり学ぶ必要があります、うん、過去形、現在形、その現在進行形、その、まあ、基本的な文法ですね。あとやっぱりちょっとした単語を覚えた方がいいと思うんですが、うん、その土台ができたら、まあ、とりあえずひたすらネイティブの方と話してみることがベストです。そう、やっぱりどれだけ学ぶとしても実際に使ってみないと、知識のままでずっと残ってしまうので、うん、アウトプットしなきゃいけないですよね。実際に使える能力を身につけるのに、まあ、自転車と同じように実際にやってみるしかないので、本当に思ってるより少なめで勉強して、とりあえず話してみるのがベスト。漢字かなと思います。漢字、あ、そのやっぱりその日本語の場合は多分中国語より日本語の漢字の使い方が難しいと思うんですよ、はい、なぜかっていうと、例えば聞くっていう単語、一つの単語に対して You have like theLike 新聞の文の聞く、yeah. You have like 調整の調 is 聞く、mm-hmm. Then you also have like another 聞く for 聞く You have like 3 or 4 漢字、Yeah, I And see so, その漢字の使い分けも結構難しい、okay. なるほどね、yeah. 逆に中国人にとっては一番難しかったのはカタカナです。カタカナ、カタカナはもう一番難しかった。なんで なんで
もそれなんか、だからアルファベットと同じぐらい No. もうカタカナの単語は本当にわけわからなかったです。あ、OK、単語ね、カタカナ言葉が、カタカナ語が難しい。そのカタカナじゃなくてカタカナの単語がもう一番難しかったです。それは最初に難しかったんですね。その最初に初めて買った教科書に、うん、オーストラリアという単語があったんじゃないですか。うん、え、オーストラリアの、え、オーストラリアって何？そうそうそう。でしょ？そうそう。でもね、多分あの、ま、英語ネイティブの方にとってはまだ分かりやすいと思うんですけど。あの私最初日本でバイトしてた時に、あの飲食店でバイトして、その飲み物のメニューはもうほぼカタカナですよ。でしょ、特にああいうなんかカクテル のお酒の名前、ね、もうなんかわけわかんない。いや、わけわかんないでしょ。これも難しい。もう何なんだろうと思って、もう辞書で調べても出てこないし、right? もう本当にめんどくさいと思ったんです。確かに英語話者じゃない方にはカタカナ語が難しいと思います。難しいですね。特に例えばあのパスタとスパゲッティ、yeah. 中国語では、まあ、スパゲッティもパスタも漢字で、yeah. イタリ麺、イタリ麺、つまり、yeah. イタリアの麺で、yeah, right. それで終わり。だからすごく分かりやすいじゃないですか。それはそうだね。まあ楽なところは正直ないんですね。あの英語と違いすぎて、なんかやっぱり、まあ、多分その一番楽なところは発音じゃないの？発音でも難しかった。ラリルレロ、あとイントネーションもの違い、そう、ハシとハシとか、確かに、right. まあ、やっぱりその、まあ、日本語と英語が真逆の言語なんで、うん、逆にすると、例えばその文章の意味が分からなかったら単語の順番を逆にすると大体分かるようになってくる、うん、英語の順番になるから、それが一番楽だったかなと思うんですけど、あ、でも本当に違いすぎて、やっぱりその新しいマインドを身につけないと日本語が話せるようにならないと思う。それ分かります。やっぱあの中国語と英語は割と文法近いから、うん、まあまあまあ、それは、ま、思考パターンは一緒ですよね、yeah. 日本語は真逆、それは難しかったです、right. で、ま、中国人にとっては一番簡単だったのはやっぱ漢字ですね。漢字。あ、それは覚えなくてもいいから。Yeah. I know、 もう知ってるから。Yeah, right. もう知ってるから。多分ね、ひょっとしたら日本人より漢字知ってる。多分ね。そうはね、なんか漢字も分からない日本人がどんどん増えてるからね。そうそうそう。まあでもよく考えたら確かにその欧米系の人、日本語ができて本当にすごいなって思います。で、文法も逆だし、漢字も覚えなきゃいけないから。かなり大変ですよ。本当になんか尊敬します。すごい。ありがとうございます。一応っていうフレーズです。あ、一応一応、確かに、そうなんかやっぱりその大学に入って、うん、あの僕そのシアトルの大学に通ってたんですね。なぜかっていうと、うん、日本人留学生が毎年300人ぐらいいたので、やっぱりその大学に行けば絶対に話せるようになるなと思ってたんですね、でその日本人との会話をするにつれて、よく「あ、一応ね、一応これバラ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 ってなってて、なんか本当に調べても意味がよく分かんなくて、確かに一応、 and then I asked people, I said, 一応って何ですか、一応ってどういう意味ですかと聞いたら、みんな、分かんない、なんとなく言ってると、うん、まあ、言ってくれたしかなくて、なんか自分でやっぱりその文脈をなんか考えながら、なんとなく分かるようになった。それは本当にもう辞書とか調べても分からないから、その生活から身につけるしかない、yeah, right. 私の場合はですね、一番最初覚えた教科書にない日本語はえぐいスラングね。なんかバイト中によくその他のバイトのスタッフはみんななんかえぐとか、しかも、ね、あの男の子だからちょっと言い方も汚いし、ね、えぐとか、いや、えぐ何なのって辞書調べてもえぐっ出てこないんですよ、yeah, right. もう何回も聞いてやっとわかった。例えばなんかこう状況の厳しい時、yeah. もしくはなんか辛いとか、うん、きつい時にえぐいって言うんですね、うん、えぐい、そうです、ね、クオー。本当は特にその日本語と英語が全く違う言語にはその翻訳機器とか自動翻訳がまだ欠けてるところがたくさんあると思うんですね、うん、でもしたとえ完璧に翻訳できるようになったとしても、結局機械にあの依存しちゃって人間関係とか人間との触れ合いがなくなるから、
なんかやっぱりちょっとリアルな感があんまりないですね、うん、なんか自分の心が伝わっていないみたいな感じで、うん、やっぱりその直接自分のありのままの気持ちを機会なしで直接伝えるのがやっぱり幸せを感じると思うんですね。あ、そうですよね、yeah. 確かに、うん、私はまあやっぱその日本語を喋ってる時の私と中国語を喋ってる時の私はちょっとね別人みたいな感じです。そうだね、まあ、朝も同じです。そう、なんかなるべくその丁寧にとか、うん、あの距離感を置いて話したい時は日本語を使うんですね、うん、そういう敬語とかがたくさんあるからですね。で逆に友達っぽく話したい場合は I speak in English かそういう敬語があまりないから、うん、で逆にその日本語で話してる時は余計に丁寧に話しがちな自分がいているんですけど英語で話す時に逆にカジュアルすぎる自分がいるから。あ、なるほど。いや、どっちも極端。極端ですね。やっぱその相手の言語で相手と話すと向こうもきっと喜んでくれるんですよね。Yeah, right. まあそれは自分にとってやりがいがあるって。Right, right. やっぱりその、まあ、僕が一応その日本人と結婚してるんですけど、うん、最初にアメリカ人と結婚したと妻が親に言ったらみんなちょっと驚いたんですけど、うん、やっぱりその、まあ、僕がその日本語勉強してるし日本語学習を一生懸命あの頑張ったから、うん、結構まあ早く受け入れてくれたんですね。やっぱりその相手 の, あの国とか相手の文化を大事にしてそれ学ぼう理解しようとする姿勢があれば、まあ、人間関係がスムーズになると思います。もう一個ね、sure. 朝に聞きたいのがあって、例えば、うん、さっきからずっと英語で会話してたんじゃないですか、うんうん、でもネイティブの人から見て、まあ、私の英語は全然完璧じゃないんですけど、英語で喋ってる私を見てなんかイライラしないですか？ No, I mean, I thought your English was pretty good. Really? Yeah, I mean, if you make some mistakes, it's okay. I mean, because、okay? I know, まあ一応僕は英会話教師なんだけど、うん、友達として話してる場合に、うん、まあ大事なのがあの正しく話してもらうんじゃなくて、はい、コミュニケーションを取ることなんで、うん、まあ本当にコミュニケーションとか伝えたいことが伝われば、はい、まあめちゃくちゃの英語でも問題ないですよ。まあさっきなんでこの質問したいかっていうと、実際私も前からずっとこう日本人に中国語を教えるバイトとか仕事もやってたんですけど、うん、まあやっぱりねその外国語を学んでる日本人の方はこうみんなそのネイティブの人と喋るときにちょっとそういうなんか怖がってる。いやー、それやっぱりその、うん、そんな感じがありますよね。そう、その間違えちゃいけない文化とかその考え方が強いからそういう問題があるんですね、うん、But the important thing is 間違えないと成長できないので、その間違い自体があの成長の種になるので、We need to make lots of mistakes. I've made lots of mistakes. You've made lots of mistakes.、Yeah. just make lots of mistakes. It's okay. そのちゃんとその間違いに振り返ってあの改善点を考えて今度頑張ればどん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 上達していくと思います。なんか本当にまず中国語英語間違えて、うん、まあイラッとする相手がいれば。まあ、もともと機嫌がそんなに良くなくて、ね、話さない方がいいと思うんですよ。あいつと。でも本当にもしねその日本人が私に中国語で話してきたら嬉しいです。Yeah, right. I mean, まあやっぱりその頑張ってる姿勢があれば それが伝わるから、自分の心が伝わるからそれは第一です、ね。そうですね。だからその外国語を勉強してる皆さん怖がらないで、もうどんどん外国人と喋ってみてください。だからやっぱり皆さんにあの英語を実際に使って外国人実際に話していただきたくて、まあ、その動画を作っています。もしあの英語を勉強したい方がいらしたらぜひあのご覧ください。じゃあ頑張りましょう。うん、頑張りましょう。はい、じゃあ今日はここまでにします。皆さん、バイバイ。バイバイ。